はい今日の案内は今画面にありますようなこんな感じのチルでローファイな画像をを作るための gpt ご紹介しますはい皆さんこんにちは冒頭お話ししましたように今日は「チル」「ローファイ今使われる言葉としましてはほぼ同じような優しい感じでそしてリラックスができるようなシーンのことを言うわけですけれども特に「 音楽の世界ではそういう音楽をゆったり聴きたいリラックスしたいそういう方が多くあってジャンルとししてて今、案外ブレイクしています。それらは若者の文化ではスタバに行ってそういう音楽を聴きながらゆっくりしたちょっと贅沢な時間を使ってみる。 そういう休日の過ごし方がとってもトレンディな状況になっていると噂を聞きますまあ僕はおじさんなんでなかなかそういうシーンは時間的にも作りにくいんですけれども今日はチルでローファイな画像を簡単に作るソフトをご紹介しますまあソフトといっても gpt 図ですですから もうボタンををを発、そしてて簡単な回答するだけで絵を描いてくれます。ここにスターターとしてチルローファイな画像作りを手伝ってこのメニューが一番基本になるんですけれどももう部屋の中とかいうのが決まっていたらその下のメニューを使いそして部屋の外という時であれば右の上側これを使えば一気に 部屋の中とか外とかというのを考えて作ってくれますそして主にローファイミュージック用ですからシーンとしましてはヘッドホンをつけてリスニングをしているような雰囲気そういうようなことができるようになっていますですから先ほどもお見せしましたような浜辺で女性枚数は3という風うにすると このように3枚作ってくれるということです GPT の負荷も考えて最大5枚までこのように決めていますそして何も指定をしなかったら1枚だけ書くそんな風に思ってください新しくニューチャットをしますそうしましたら4つ目のスターターメニューにですね全て任すから16対9でチルでローハイナ画像を描いて こんな一発芸みたいなメニューがあるんです。これを一度やってみましょう。そうすると質問もなく、このように描くことを始めます。はい、こんな感じでくつろいでいる様子、ヘッドホンをつけて音楽をリスニングしているということで、 まあ、大体の絵ではですね机の上にアナログ LP 版がありますけれどもやはりローハイということも考えてですね少しアナログ感のあるちょっとノイジーな音楽を聴いてるそういうのを演出するように僕は GPT 図を開発していますまた新しくチャットを作りましょう今度は一番初めの基本になるメニューですねこれを押しましょう はい、いくつかの詳細を教えていただけますかということで1番画像に描きたいシーンの場所そして2番はメインキャラクターの性別ですねそして画像のサイズはどうしますか4番目は何枚描きますかということですじゃあこれに答えていきましょうでは山の頂上男性 2枚書いてほしい一応サイズもやってみましょうサイズは正方形このように今4つのものにすべて答えました答えないときは GPT 図が考えてくれて臨機応変に描いてくれたりもしますこれでやってみましょうお、久しぶりにラリーがバグりましたね 首だけが違うところにありますね。はい。枚数も2枚といった割には出てきませんでした。首がおかしい。首がおかしい。やり直し。2枚描いて。こんな絵になったの久しぶりですね。おお、はい。いい感じになりました。2枚作成しました。 っってなってなますが、2枚出ませんでしたね。g p、まあこういうところが愛嬌な部分もあるんですこれはもう一枚と言えばいいので修正依頼をしてくださいそしてですねこの GPT 図は面白いのに別に人間だけじゃなくてもいいですやってみましょうねはい 猫のキャラクターで描いて、部屋の中、擬人化して、というふうに書きました。はい、猫が音楽を聴いていますね。この GPT 図で決められたイメージというのは、基本的にはリスニングをしている、ヘッドホンなんかをつけてやっているという条件と、そして、なんとなくふわっとしたような、 色合いいを使ううこれも必ずやるようになっていますただし今見せたように必ず人間じゃなくってもうまくこのようにペットを擬人化してですね描いてくれたりというような裏技もできるということになっています。是非とも動画制作とかをする時に利用する画像の一枚としてこのように利用していただければ幸いです。 この GPT 図につきましては概要欄に URL を貼っておきますのでぜひチャレンジしてまたご意見などがあれば教えてください。今日はご視聴ありがとうございました。まったねー。